リア、嫌だクリア、起きろクリア。はいマスター。おい、なんだこいつ、どうなってんだ。もうそろそろよろしいでしょうか。マスターを話してください。来るんじゃねえ、化け物か。化け物だ。クリア。はい。大丈夫かお前。お前何平然としてるんだよ。水で洗い流すとか何かしないと。とにかく大丈夫です。そんなわけねえだろ、煙出てるし。早く。このままで大丈夫です。そんなこと言ってる場合か。いい加減にしろよお前。それは命令ですか。は？いくらマスターからの命令とはいえ、それだけは聞けません。え、おい待て、クリア。どこ行った？クリア。お前、顔とか頭とか大丈夫か。洗い流したんだよな。すげえ煙上がってたし心配で。今洗い流しました。だからもう大丈夫です。なんでこっち見ないんだよ。本当に大丈夫なのか。痛くはないんだよな。はい、痛くはありません。マスクなんで取らないんだ。隙間から染みてたりしたらやばいだろ。大丈夫です、後で外して洗いますから。後で。はい。痛みを痩せ我慢してるとかじゃないよな。してません。じゃあなんで今ここでマスクを取って洗わないんだよ。クリア。マスクを取ってはいけないと言われてるんです。誰に？おじいさんに。おじいさん？前に一緒に暮らしてたって人か。はい。おじいさんはなんでそんなこと言ったんだ。マスクを取っちゃいけないなんて。おじいさんが言ってたんです。僕は人とは違うからと。人と違う？はい。僕の顔は人とは違うから見せてはいけないと。僕はきっとすごくおかしな、他の人とは全然違う顔をしてるんです。それこそさっきの奴らが言っていた化け物みたいな。普通ではないんです。だからお願いです、マスター。僕の顔を見ないでください。マスターにだけは嫌われたくないから。
見られたくないんです。別にお前がどんな顔してようと嫌いになんかならねえよ。どうして断言できるんですか？マスターは僕の顔を見たことがありません。だから嫌いになるかどうかはわからないはずです。何を根拠にそんなことを言うんですか？いくらマスターでもそれはダメです。いけません。確かに俺はお前の顔見たことないよ。でもそれって裏を返せば顔とか関係なくお前と一緒にいるってことだし、顔を見なくてもお前がどんなやつなのかは知ってるし、だから今更お前がどんな顔でも嫌いになんかならねえよ。お前は変なとこがあるし、おっちょこちょいだし、わざとやってんのかってくらいボケまくりなとこもあるけど、俺はそれ嫌いじゃねえし、だから今更お前の顔が普通と違ってたって、中身は俺の知ってるクリアだろ。嫌いになる理由がねえよ。それは本当ですか？ああ、僕がどんな顔でも嫌いにならないって本当ですか？そうだよ。信じてもいいんですか？ああ、俺はお前のマスターなんだろ？はい。だったら信じろよ。こんな時だけマスターを信じませんなんて、そんなの悲しいだろ。はい、僕はマスターを信じます。本当に嫌いにならないでくださいね。ならないよ。わかりました。やっぱり変ですよね。違う、変じゃない、全然。ちゃんとありますか？え？僕の顔ちゃんとありますか？マスターや普通の人と同じものが。僕大丈夫だから、ちゃんとあるよ。目も鼻も口も全部俺と同じだ。同じ。同じだ。マスターと同じ。全く同じ顔って意味じゃないからな。作りが一緒ってこと。マスター、もっと言ってください。僕とマスターが同じだって。お願いです。同じだよ。
前はどこも変じゃないし、おかしなところもない。俺と全く同じだ。本当に？本当に。ありがとうございます。お前マスク取ったんだからちゃんと顔も洗いよ。見た目は何ともなさそうだけど、もし後で何かあったら困るから。はい。